始まりました。ミリチャムの激辛部武者修行編、イエイイエイ。はい、部長のミリチャムです。はい、で今日はゲストとしてちなみちゃんが来てくれました。イエーイ。はい、こんにちは。こんにちは今日は落書きさんに来ています。はい、ですね、今回は6月からランチメニュー限定の激辛メニューが出たらしいので挑戦していきたいと思います。それではレッツゴー。それではランチメニュー限定の激辛ブルダックお願いします。はい、はい、失礼します。ビビる普通に最後、はい、さらに激辛の魔法のソースを、あっかっ、魔法のソースがかかりました。びっくり、熱そう。炎が消えたら召し上がってください。はい、ファイヤーしてた。まだファイヤーしてる、微妙に。あ、やばいやばい、めっちゃファイヤーしてるんだけど、わーって。消えた消えた消えたよ。えぐいえぐい。はい、ということでそれでは食べていきたいと思います。実食。いただきます。いただきます。で、唐辛子が入ってるの。ほら、あ、待って、めっちゃ湯気出てる。絶対熱い。いきます。あ、でもそんなに、あの、とりあえずでも熱い。え、なんかでも痛いとか苦いとかは全然なくて大丈夫ですか？やばいですか？味わかんないし、辛いし。やばい。ここがやばい。ここが本当にタラコになってる。そんなにですか？やばい。やばい。よだれやばい。なんか最初はそんな辛いって来なくて、後からなんかぶわってくる感じ。だけどまだ全然食べれる辛さかなって言うんだけど、とりあえず熱い。辛いのが苦手な人のためにチーズトッピングができるんですけど、お願いします。はい、ということでチーズトッピングお願いしたいです。お願いします。早かった。マジ唇やばい。もう食いかかってきたよ。結構マイルドになる感じ。マイルドです。あ、すごいチーズ。あ、でもチーズかかってるのも普通に美味しそう。おお。こういうの絶対さ、ストリートカレー撮ったら映えるやつ。確かに映える、さっきの炎のやつも。すごい、美味しそう。美味しそう。混ぜて、はい。それではちなみちゃんはチーズアーリーでこれ、ね、食べていきます。妥協します。鼻水すごくないですか？鼻水もやばいし、よだれもやばい。でも辛い人が食べたら好きなかも、好きなのかもしれない。ほんと。はい。もう泣けそうになってる。サラダ食べます。サラダ食べます。ギブです。食べよう。頑張って。頑張ります。もうね、こちらで横で編集長がね、もう食べてるんで、ちなみちゃんの分は。これが多分私は気持ち2ぐらいだったら多分めっちゃ食べて、私の中でのこれは100だったら120。うん、めっちゃ辛い。あ、じゃあ本当結構辛いのダメですか？ダメですね。私言いたいんですけど、でもスキッパラできました。胃が多分びっくりしてるの。なんか物入れとけばよかった。絶対楽しかった、それは。でも本当に意外と量が多いから、辛さ的な問題より量的な問題でちょっときつい。ちょっと、あとほんとちょっと待って、なんか今になって辛いんだけど、涙出てきた。やっぱ最後いつも涙出てくるんだけど、やだ。頑張って、あと2口ぐらい。声がやばかった今。こうなるの本当に。でも私は最初からこれダメだった。あとちょっと、あと1口頑張ります。最後の1口。うん、イエイ、完食。すげえ、うちも完食したノリになってるけど。はい、ということで食べ終わったんですけども、
ちょっとですね、あの私の胃の大きさに問題があり、すごいね、950円ってことで、すごい、ね、なんだろう、この量的にはすごいお得な量だと思うんですけど、ちょっと最近ね、食べてなくて胃がちょっと小さくて、私の、ね、体からしたらちょっと多かったかなっていう感じで、でもすごい本当にお得な量にはなってると思います。ということで、あのミリちゃんは今お腹がパンパンでダウン気味ですなので私が代わりに代弁しますなんて言うんですか。それでは発表します。3、3、2、2、1、1、85点です。イエーイイエーイ。ココイチも最強で今、うん、ココイチ、この間のラーメン、あのこれみたいな、前回に比べたらまだ食べれたかなって感じだったんで85点です。でも辛かったです。はい、ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということでまた見てね。じゃあねー。